尾のみ信から1946年4月19日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。永久戦犯として、公主刑となった、武藤明は娘婿。福岡県出身。黒田藩士、小野真ネジの長男として生まれる。1888年7月、陸軍主管学校を卒業し、不評少尉に任官。 不評第14連隊小隊長に就任した。1896年3月、陸軍大学校を主席で卒業した。日清戦争出生のため、陸大を一時中退し、戦後に復興している。参謀本部員、ドイツ駐在、中部都督部参謀、大本営参謀などを歴任。日露戦争では、満州軍参謀兼大戦意は水副官として出征し、 さらに、満州軍総兵団幹部参謀となった。参謀本部院県大宣言水副官、陸軍省軍務局不評課長、ドイツ大使館付部官、不評第37連隊長、中清派県大司令官を経て、1912年3月、陸軍省省に進級し、不評第八旅団長、参謀本部第一部長、同総務部長を歴任。 1916年8月、陸軍中将となり、第十四師団長、第十五師団長、教育総監部本部長、陸軍次官、県航空部長を歴任。1922年5月、陸軍大将となり、関東軍司令官、軍事参議官を務め、1939年5月に、予備役に編入。後、第日本相撲協会会長、内閣顧問を務めた。 漢方第8666号、序任及び、事例1912年5月11日。漢方第1236号、序任及び、事例1916年9月12日。漢方第1858号、序任及び、事例1918年10月11日。漢方第388 38号、序任及び、 事例1925年8月8日。漢方第822号、除人及び、事例1915年5月1日。漢方第1 1 9十号、除人及び、事例1916年7月19日。漢方第2971号、除人及び、事例1922年6月28日。ありがとうございます。